バラドは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏に、かつて存在したコミューン。2016年1月1日、ベリニエ、ラ・シャペル・サン・ソブール、ラ・ルクシエールと合併し、コミューン・ルーベルであるロア・ロクサンスとなった。県におけるバラドの一コミューンは、アンスニの1 5トル東にある。ロアール川に面しており、かつての川がせき止められて残った。 三日月子にも接する。1999年に INSEE がまとめた順位表によると、バラドは万流を持たない都市的地域である。バラドの地には12世紀初頭に小さな領主の領地があったと述べられている。領主は1105年に死んだブリアン一世まで遡ることができる。ブリアン一世の妻はオリルギといい、 ロワール川での物資運搬に関するト留の免除権をマルムーティエ修道院に与えている。彼はおそらくサンマルタン修道院の創設者であり、領主の地位を継承していったのは息子たちであった。1793年10月18日、バンデの反乱の反乱側指導者、シャルルド・ボンシャンは、名揺れにある漁夫フジャンベリオンの自宅で死去した。この住宅は、 遺体が部下たちによってロワール川を船で運ばれた後、彼の名を冠するようになった。名誉と信仰を貫いた、この人物は、王党派によって、サンフロランイコールルイコールビエイユ、修道院地下礼拝堂に閉じ込められていた、共和国側の捕虜たちを解放させたのである。キリスト教徒としての慈悲が彼の最後の願いであり、部下たちは、ボンシャンの言葉、捕虜たちに特赦を、ボンシャンが望み、 ボンシャンが命じたのだ。と口々に言いながら、5000人もの捕虜を解放した。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。